ガルドン川は、フランス南東部を流れる長さ 127.4km の川である。ロール川に流れ込む支流の一つで、セベンヌ山脈に源を発している。かつては、ガール川とも呼ばれ、ガール県の語源になったが、現在では、その故障は、捨てれてしまい、例外的にしか使われなくなっている。川は二つの支流から成り立っている。ガルドン・ダレスとガルドン・ダンデューズである。 これらは、ネル市で合流している。ガルドン・ダンデューズは、さらに別の三つの川からなっている。サランド・ランク川、ガルドン・ド・サン・ジャンデュガーリ川、ガルドン・ド・ミアレ川の三つで、見ての通り、うち二つに、ガルドンを冠している。そうした流域では、ガルドンは、町や村の名前にもなっている。川は、約70キロメートルにわたり、カヌーの航行が可能である。 流域にある古代ローマの水道橋はユネスコの世界遺産に登録されている。ありがとうございます。